ハーパーズフェリーの戦い、ハーパーズフェリーの戦い、ハーパーズフェリーの戦い、A、バトルオブ・ハーパースフェリーは、南北戦争のメリーランド方面作戦の一部として1862年9月12日から9月15日にかけて行われた戦いである。ロバート・イーリー将軍の南軍がメリーランド州に侵攻したとき、その一部である、ストーンウォール、ジャクソンの軍団がバージニア州、 現在は、ウェストバージニア州、ハーパーズ・エリーの北軍守備隊を包囲して砲撃し、降伏させた。ジャクソン隊は、その後メリーランド州、シャープスバーグに急行して、リー軍と合流し、アンティータムの戦いに参戦した。ハーパーズ・フェリー、もともとは、ハーパーの渡し場は、ポトマック川とシェナンドー川が合流する地点にある、小さな町であり、 昔からアメリカ陸軍の弾薬庫とジョージ・ワシントン大統領が設立したボルチモアオハイオ鉄道でポートマック川を渡るための重要な橋があった。以前に奴隷制度廃止運動家のジョン・ブラウンがその弾薬庫を襲撃したことがあった。この街はあらゆる面が高い丘に見下ろされており、事実上防御には不向きだった。西方は徐々に標高が上がって、 1> 約1.5マイル先の標高668フィートの高原・ボリバーコーチにつながり、それがポトマック川からシェナンドー川まで広がっていた。南方のシェナンドー川の向こうには、ラウドン高地が1180フィートの高さから見下ろしていた。また、北東のポトマック川の向こうは、エルクオネの最南端にあたり、標高1476フィートのメリーランド高地の 尾根になっていた。ある北軍兵士は、これら三つの高地を保持できなければ、ハーパーズフェリーは、井戸の底よりも防御できないと記していた。ロバート・ E リーの北バージニア軍が、メリーランド州に侵入すると、リーは、ウィンチェスター、マーティンズバーグ及びハーパーズフェリーで、シェナンド渓谷,谷にある南軍の供給線を遮る、能税がある、北軍守備隊は、 孤立すれば一発の発砲もなく放棄されると予測した、事実、ウィンチェスターとマーティンズバーグは放棄された。しかし、ハーパーズフェリー守備隊は撤退しなかった。リーは、ハーパーズフェリーの守備隊と弾薬庫を占領して、そこの武器弾薬を確保するだけでなく、バージニアまでの供給線を確保しておく作戦を立てた。リー軍は、勢力比で2対1と優勢な北軍ジョージ・マクレラン。 少々のポトマック軍からゆるりとした速度で追跡されていたが、ハーパーズフェリーという商品を手に入れるために、その軍隊を分割するという危険性のある戦略を選んだ。ジェームズ・ロング・ストリート少将の軍団が北のヘイガーズタウンに向かう一方で、ハーパーズフェリーに結集して攻撃させるために3つ、方向から部隊を送った。一番大きな部隊は、ジャクソンの11,500名であり、 ポトマック川を渡り、ハーパーズフェリーの西に回り込んで、ボリバーコーチから攻撃することとした。他の2部隊、ラファイエット・マクローズ少将8000名とジョン・ジー・ウォーカー准将、3400名は、東と南から街を見下ろすメリーランドコーチとラウドンコーチをそれぞれ占領することとされた。マクレランはその野戦部隊にハーパーズフェリーの守備勢力を加えたいと思ったが、 総司令官ヘンリー・ハレックが、その移動は難しすぎ、守備隊は最後の瞬間まですなわち、マクレラン軍が方に来ることができるまで自分たちで守らなければならないと言って、マクレランの提案を拒否した。おそらくハレックは守備隊の指揮官、ディクソン・エース・マイルズ大佐が少しでも軍事的知識と勇気示してくれるものと期待していた。マイルズはアメリカ陸軍で、 米北戦争も戦った三十八歳の古参兵で、あったが、第一次ブルランの戦いの後で、マイルズが戦闘中に酔っ払っていたと審問された、時か面目を失っていた。マイルズは酒を断つと誓い、静音であると考えられる、ハーパーズフェリーの任務に配点された。守備隊の多くは経験の足りないものであり、総勢は一万四千名だが、九月十一日に、 ジャクソン隊の接近によって、マーティンズバーグの撤収を余儀なくされた2500名を含んでいた。9月11日の夜、マクローズが、ハーパーズフェリーの北東6マイルのブラウンズビルに到着した。マクローズは、ブラウンズビル強谷近くにその公営として3000名を残し、他の3000名をポトマック側に向かわせて、ハーパーズフェリーから東への逃亡経路を塞いだ。 9月12日に、ジョセフ・ビーカー賞とウィリアム・バークス・デール各巡賞の、古参兵団をメリーランド高地確保に向かわせた。他の南軍部隊はゆるりとしか進めず予定より、遅れていた。ジャクソン隊は、マーティンズバーグで遅れた。ウォーカー隊は、チェサピークオハイオ運河から、モノカシー川を横切ってポートマック川に注ぐ水路を、破壊するように命じられたが、その後兵では、 石造りの構造を破壊するのが難しく、結局中止された。ウォーカー隊は9月9日にポイントオブロックスからバージニア州のラウダン軍に入り直した。ウォーカー隊は、ラウダン生まれのイライジャブイ・ホワイト大佐と、その第35期兵大隊に支援されいた。ホワイトはその任務に不満であり、軍本隊と共にいることを好んだ。ホワイトにとって不幸なことに、メリーランド州フレデリックで、 J.E.B. スチュアート将軍と抗論になり、その後リーによってバージニア州に戻るよう命令された。その処置が責められるかそうでなかろうと、ホワイトはショートヒル山周辺の曲がりくねった道を誘導して、4日後の13日にダウダン高地の麓に到着した。このために9月11日に予定されていたハーパーズフェリーへの攻撃が遅れ、リー軍が分割されている間に、 マクレランが攻撃してリー軍の残り部隊を壊する危険性が増した。マイルズは町を取り囲む高地の上の地の利を得た陣地を取るよりも町の近くに軍隊の大半を置いておくことに固執した。明らかに町を守れという命令を文字通りに解釈していた。最も重要な陣地であるメリーランド高地の防御は襲撃隊を撃退するように工夫されていたが、 高知そのものを守るものではなかった。高知に上がる中ほどに強力な砲台があった。2問の9インチ海軍用ダールグレン市場砲、1問の50ポンドパロット市場お及び4問の12ポンド格好砲が据えられていた。頂上にはマイルズがトマスエイチフォード大佐の第32オハイオ表連隊で4個連隊の一部1600名を指揮させた。これらの兵士の中には、 軍隊に入って、わずか二十一日にしかならず、基本的な戦闘術もない第百二十六、ニューヨーク連隊のものも含まれていた。この部隊は、初歩的な強壁を作り、南軍の方向四分の一マイルに三平を配した。九月十二日、この部隊が、エルコーニーの大変難しい地形を、ゆるりと移動していた、カーンショーのサウスカロライナ旅団の兵士が近づいてくる、ところに遭遇した。 坂もぎの背後からのライフルの一斉射撃で、南軍は夜の間、動きが取れなくなった。カーショーは9月13日午前6時半頃に攻撃を始めた。カーショーは事態で直接北軍の強壁を攻撃し、その間にバークスデールのミシシッピ旅団に北軍の右側面を突かせる作戦だった。カーショー隊は坂もぎに対して2回突撃したが大きな。 損失を出して撃退された。経験の足らないニューヨーク連隊が持ち場を守っていた。その指揮官、ホード大佐は病気にかかり、前線から2マイル後方に止まり、2番目の上級士官であるエリア・キム・シェリル大佐に戦闘指揮を任せていた。シェリルは自部隊を鼓舞している時に、砲から下に銃弾を受けて戦場から担ぎ出されねば、ならず、新兵たちの部隊は強行に囚われた。 バークスデールのミシシッピ旅団が側面に接近するとニューヨーク連隊が崩れ後方に逃げ出した。シルベスター・ヒュイット少佐が尾根に沿って残っていた部隊を立て直す命令を出したが午後3時半にフォード大佐からの退却命令が来た。この命令を送るときにフォードは明らかに斜面の途中で予備隊として待機していた第115ニューヨーク連隊900名を送ることを無視した。 撤退する部隊はその砲台を粉々に砕き、船橋を通って、ハーパーズフェリーまで戻った。フォードは後にマイルズから、撤退命令を出す承認を得ていたと主張したが、審問では、十分な理由なくその陣地を放棄したと裁定され、軍隊からの解任を推奨された。メリーランドコーチでの戦いの間に、他の南軍部隊が到着した。ウォーカーは午前10時に、 ラウダンコーチのふもとにジャクソンの三個師団、北にジョン・アール・ジョーンズ巡将、中央にアレクサンダー・アール・ロートン巡将、南に AP ・ヒル少将の各師団が午前11時にボリバーコーチの西に着いた。南軍はこれらの陣地が守られていなかったので驚かされた。街の中では北軍の士官たちが包囲されたことを認識し、マイルズに メリーランドコーチを奪い返すことを進言したが、マイルズは、ボリバーコーチの自軍が、西から町を守ってくれると主張して、この提案をい稲した。マイルズは、私は、この場所を保持するよう命令を受けており、そうしなければ、神が私の魂を地獄に送るだろうと叫んだ。実際に、ジャクソン隊と町の西にいたマイルズ隊はほぼ、同勢力だったが、マイルズは、 自部隊の北東と南に来る大砲の集中という脅威が分かっていなかった。その夜、遅く、マイルズは、第一メリーランド騎兵連隊のチャールズ・ラッセル隊員に9名の騎兵をつけて、敵の前線をすり抜けて、マクレランに伝言を送り、包囲された町は48時間しか持たないと告げた。他の将軍に伝えることは思い当たらなかった。ラッセル隊はサウス山をうまく横切り、 フレデリックにあったマクレランの作戦本部に到着した。マクレランはその知らせに驚き狼狽した。マイルズに救援軍が向かっていると伝言を書き、最後の最後まで死守せよ。それができなければ全軍でメリーランドコーチを再占領せよと伝えた。マクレランはウィリアム B ・フランクリンの第6軍団にクランプトン峡谷から抗軍し、マイルズを救出するように命令した。 マイルズへの伝言は三人の伝令が異なる道を通って送られたが、その誰もがハーパーズフェリーに着いた時は間に合わなかった。ジャクソンはサウス山の道での戦闘が激しくなっている間に、ハーパーズフェリーを取り巻く、砲兵隊を念入りに陣取らせた。これには、メリーランドコーチの頂上に据えた四本のパロット、市場砲が含まれたが、大砲一門に二百人の兵士がかかって、 ロープで引き上げる必要があった。ジャクソンは、自軍の大砲を同時に発砲することを望んだが、ラウダンコーチのウォーカーは、辛抱できなくなり、午後1時少し過ぎに五門の大砲で効果の少ない砲撃を始めた。ジャクソンは、AP ヒルに、翌朝北軍の左翼に、側面攻撃をかける準備としてシェランドを川西岸に降りるよう命令した。その夜、 北軍の士官たちは残された時間が二十四時間を切ったと認識したが、メリーランドコーチを奪還する試みは起こさなかった。マイルズは知らなかったが、マクローズはコーチ長部にコ連隊のみを残し、残りはクランプトン峡谷における北軍の攻撃に備えさせていた。ベンジャミン海、クリムズ・デイビス大佐がマイルズに、その第十二入りのき兵連隊、 ラウダンレンジャーの騎兵とメリーランドとロードアイランドのいくつかの小部隊で突破を試みる提案を押し、騎兵隊は街の防御には基本的に無用だった。マイルズはこの案が、そやで、非現実的と跳ねつけたが、火のようなミシシッピ兵が許可があろうとなかろうと突破を目指すのを見たとき、デイビスは断固としており、マイルズは気弱くなった。デイビスとエーモスボス大佐が、 その1400名の騎兵を伴い、ポトマック側に架かる船橋を渡って、ハーパーズフェリーから出て行き、左に折れて、狭い道に入り、メリーランド高地の麓を西に回り込み、北のシャープスバーグに向かった。サウス山から戻る南軍と、一触即発の可能性が多くあったが、この騎兵隊は、ジェームズ・ロング・ストリート隊の予備弾薬を運んで、ヘイガーズタウンからやってきた。 市長隊に遭遇した。騎兵隊は漁者たちを騙して、別の方向についてくるように仕向け、その隊の後方にいた護衛の騎兵は追い払った。デエビッドは隊員を一名も失わずに四十両の軍需品運搬車両を捕獲し、ポトマック軍として、この戦争では最初の大きな騎兵隊の手柄となった。九月十五日の朝までに、ジャクソンは五十門近い大砲を、 メリーランドコーチのウエトラゾンコーチのふもとに据え、ボリバーコーチにいる北軍戦列を立て射する準備を整えた。ジャクソンは午前八時にあらゆる面からの激しい砲撃をはじめ、不評隊に攻撃を命じた。マイルズは事態が絶望的であることを理解した。マクレランからの救援隊が間に合うという確証はなく、砲兵隊の弾薬は残り少なかった。 その旅団指揮官たちとの作戦会議で、マイルズは幸福の印の白旗を挙げることに同意した。しかし、マイルズ自身は幸福の儀式に出席したくなかった。第126ニューヨーク不評連隊の隊員が、お願いだから大佐、幸福しないでくれ。あなたは一回でも、法制を聞いたか。友軍が近くにいる。道を切り開いて友軍に合流しようと言って、立ちふさがった。 しかしマイルズは不可能だ。奴らは三十分でこの場所を吹き飛ばせると答えた。その隊員が軽蔑して立ち去ると砲弾が炸裂して、マイルズの左足を吹き飛ばした。マイルズの行動は守備隊の兵士に忌み嫌われていたので、この時もまた飲んでいったという証言もあるが、マイルズを病院まで連れて行くものを見つけることすら難しかった。マイルズは瀕死の状態であり、翌日死んだ。 歴史家の中には、マイルズが、事態のものから恋に撃たれたと推測する者も,もいる。ジャクソンは、最小の損失で最大の勝利を得た。南軍は主に、メリーランド高地での戦いで286名の損失を出した。一方、北軍は217名だった。降伏したのは12,419名の兵士、13,000の消火器、 200両の馬車及び73本の大砲だった。これは南北戦争の中で北軍最大の降伏となった。南軍兵は北軍の食料を楽しみ、北軍の青い制服を着用したので、その後の戦闘で混乱を生む要因になった。弱村軍の中で唯一不満だったのが騎兵であり、その疲れ切った馬を補充できなかった。 ジャクソンはリーに知らせる伝令を走らせた。神のおぼししにより、ハーパーズフェリーとその守備隊は降伏した。ジャクソンが事態の兵士を監督するために町に馬で乗り入れると、北軍兵が道路際に並び、有名なストーンウォールを一目見ようとしていた。そのうちの一人がジャクソンの汚くみすぼらしい制服を見て、おやおや、彼は見かけほどではないかもしれないが、もし彼が、 我が隊にいたら、我々は、ここの罠に捕まることはなかった。と言った。午後早くに、ジャクソンは、リー将軍から、緊急伝言を受け取った。できるだけ早くあなたの部隊を、シャープスバーグまで移動しろ。ジャクソンは、AP ヒルを、ハーパーズフェリーに残して、北軍捕虜を釈放させ、アンティータムの戦いに合流するために行軍始めた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。